はい、それでは最後に岸田総理からご挨拶をお願いいたします。はい、今月1日に子ども家庭庁が創設され、合わせて、子ども基本法が、施行されました。そして子ども基本法に基づき子ども大綱の案の作成等を担うこの会議を立ち上げ、子ども大綱の、案の作成について子ども家庭審議会に諮問することを決定いたしました。子ども大綱は子ども基本法に基づき従来の少子化社会対策大綱、子ども若者育成支援推進大綱、子どもの貧困対策に関する大綱を一つに束ね、幅広い子ども施策に関する今後5年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定める大綱であります。常に子どもや若者の視点で子どもや若者の最善の利益を第一に考える子ども真ん中社会を実現してまいります。そのための子ども大綱となるよう、子ども未来戦略会議における子ども子育て政策の抜本強化に向けた議論も踏まえながら、子ども家庭審議会において調査審議をいただき、この会議に小倉大臣からご報告いただくようお願いをいたします。はい、それではここでプレス代表をお願いいたします。